10月15日松山空港でソラナヒフェスタ2022 in 松山空港が行われました。辞令清水アンタ殿、ソラナヒフェスタ2022において一日空港長に任命する。松山市内の小学生を一日空港長に任命したのを皮切りに3年ぶりの開催となったソラナヒフェスタ。今回は10を超える企業や団体が参加して、ターミナルビルや空港事務所の至る所でさまざまな催し物が行われました。松山空港を利用していただけるお客様、また周辺お住まいの方々に、やはり松山空港をもっとよくご理解いただいたり、分かっていただく、そういったことを目的として開催をしております。やはり3年ぶりというのもありまして、我々スタッフの方もですね、初めて経験すると、というものも多くおりましたので、準備はそれなりに大変ではありましたけれども、皆さんにぜひ喜んでもらえるようなイベントにしたいということでですね、一生懸命準備をして、まいりました。こちらは飛行機を誘導するマーシャルの体験コーナー。映像を見ながら飛行機を誘導します。ちょっと急に速くなったのがちょっとびっくりした。できたと思う。今年は税関が発足して150周年ということで登場したのが麻薬探知犬。日頃の訓練の成果を示すためにデモンストレーションが行われました。左から3つ目の箱に麻薬の匂いのするタオルが入っているのですが、麻薬探知犬の嗅覚の鋭さに子どもたちも驚いていました。またこちらでは遠くまで飛ぶ紙飛行機作りが行われていました。このように真ん中に向けて動きます。楽しかった。飛ばすところ2回入った。ぜひですね、飛行機を身近に感じていただいて、いつでもどこでも飛行機を利用して世界に飛んでいってほしいなと思いますし、身近にまずは松山空港からご利用いただければなと思いました。その他にも自衛隊の演習を VR で体験したり、パイロットや CA の衣装を着て記念撮影をしたり、福島空港乗り継ぎキャンペーンの一環として福島県産品の PR が行われたりなど、まさに空一色のイベントでした。さらに撮影は間に合いませんでしたが、松山空港上空をブルーインパルスが飛ぶサプライズも。飛行機好きな人。はい。なんか僕はあんまり飛行機に乗ったことがないから面白いなと思って。やはり改めて、こういうイベントに参加をしていただいてですね、松山空港にもこういう場所があるんだとか、こういう楽しめるところがあるんだっていうことを一つでもですね、皆さんに気づいていただいて、またいろいろな形でですね、松山空港に、来ていただくと、そういうきっかけになれば本当にいいかなと思っております。コロナが収まりつつある今、再び空を飛べる喜びに満ちたイベント、ソラナヒフェスタは来年も開催されるとのことです。